はい、じゃあ行ってきます。はい、お願いします。お願いします。お、また高校有利だ。あ、来たね。勝ったね、これはね。いや、石井さんの加速むずいぞ。いや、石井さんかなり。だよな。上手だよ。石井さん上手だよ。めっちゃうまいっすよね。ね、うまいうまいうまい、うん。もう安心してるよ、俺は。あー、もうほんとスッキリした。よかった。勝てたよかった。いや、黒人さんもすげえいいパスでしたね。あ、ほんとよかった。てか、僕は明るいですね。ぶっ壊すで NHK 行かないって君たち本当に政治に興味ないんだなって。いやいや、そう、そうなんですよ。俺も言われて、うわ、黒人さん出しそうって、本当に思いましたじゃあ俺、知り合いがその党入ってるからさ、だからちょっと出てきたんですけど。あ、なるほど、ね。そうそうそう。横谷緑っていうね。まあ、この社会まで、社会までつなげてきたからな。そうだよ、中部地方はマジでビビったな。あれ、やばかったよな。いや、中部地方を捉えると、いよいよこの、今度さ、あ、なんだっけ、うん、夜行バスがさ、浮くっていうさ。あ、なるほどね。嬉しくないんだ。嬉しくないんだねとか言って。嬉しくないんだよ。いや、それ困ったんだよな、つって。いやー、ゴンちゃん、ゴンちゃんなんか俺の中でトップティア入ったな、これ。逆に。マジか、逆の方にね。逆トップティアに。あー、いや、でも実際に俺そこにいんだよ、本当に。いや、でもゴンタさん、俺は本当好きだからね、ゴンタさんのことは。マジで。いや、俺もさっきの試合でここに決めたら、もう GM しかあんないもん。GM も別に得意なわけじゃないから。いやいや、もう傷つくのが怖いから、これも。傷つくから、これも。いや、お前は本当ね。ケイスケさん怒らしちゃったわけだからさ、俺は。そうね。そうだ、仏のケイスケよ。仏のケイスケよさ。あそこまでやるなら黒引かしてほしかった。いや、ちょっと待ってくれよ、ケイスケさん。結構必死に考えたんだぜ、俺も。卒業式。古いじゃん、俺らにとって。あ、そう、卒業式でレトロはさ。あれ、ゴンタさんのちょっと難しかったよね、ゴンタさんのね。いや、もういいよ。下蹴りいらないよ。R 早く。ヒント早く。今日は振り返れる時間なんだから。やめろ。一旦目だけなんだから振り返る。いや、もうさっきの答え合わせの時からもうこの時間来るだろうなと思って憂鬱だったお前。でも結構やっぱこれ負けたことへこむよね。なんか前回も、あの大貫さんにむちゃくちゃボコボコされたやつがすげえないっつって。4。ボコボコされましたね。うん。なんでみんな記者。さすがだね、あれさ、4は。俺はもう、用意ドンから気持ちよくなって。女性も入るんですかね。お前らついてこれるよな、みたいな。これ4は本当にすごくない？いや、ちょっと待って、これはすごいっすね。本当か？高専とかそうなの？本当？銀河鉄道3-9、俺見てないんだよな。俺も見てないんだよ。俺かさん詳しい？俺一応見たけど。うん、高専あんの？ん？高専あったっけかなって思っちゃってます。ああ、そういうこと。じゃあ、一応置いとこうか。一応置いとこう。国っていう考えなんですよ。だから、いろんな星行って。でそのああ、これハンサムさんの。ああ、これハンサムさん乗るわ。いや、ちょっと待って、でも怪しい、まだ全然怪しい。まあまあ、一応見てみよう、他も。え、あの、光線銃とか出てこなかった？バトルはあるの？バトル。シャドウ星君、バトルは、まあ、ないですね、ほとんど。ないか。あ、今日はないかな。墓とか行くの？墓とか。行ったのかもしれないね。だから、いろんな星があってね。ねえ。あの、なんか、オムニバスなんですよ。だから、その、こんな星ではこんなことがあって。なるほどね、なるほど、なるほど。一回しか見てないからな、俺。しかも結構前。でも、記者と女性と国は硬そうだよね。だから、3は取れそうな感じだよね。この中で情報持ってんの、ハンサムさんしかいないですか？しかいないから。じゃあ、まずちょっと記者は間違いない。まず記者。間違いない、間違いない。土星も、そうだね。土星もね、入るでしょう、これ。銀河鉄道だからさ。うん。あ、いいね。あ、入るね。いや、不利だな。これはもう、折笠さん。でもいろんなことっていう概念なんだもんね。いや、一応黒引いたら終わりですからね。気をつけてくださいね。やめろやめろ。言わせんのやめろ。チャリティーですよ。まだ無理してない。やめろ。まだ無理してないだろう。ハンサムさん、いきます。まだこれ、俺、そう、あれさんだって。でも、これ黒じゃなさそうでしょ。4って結構自信あるよね。確かに4はね。4か。ごめん、あ、俺3だと思い込んでた。やべえ。そこ？え、国強い。まさかの。強い。チャンス。びっくりした。俺とケイスがマジ見たことねえんだよ。本当多分。俺がさん国は強い。え？国は強い？国強い。オッケー。じゃあ行こうよ。国行こう。行こう。はい。はい、ありがとうございます。はい、あざすね。しまーす。絶対クリしてきますね。なんかあざすね。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 
敗戦。いや、よかったじゃん。黒じゃなくてよかったじゃん。よかったじゃん。マジ、4と馬ぶんなよ。ケイスケさんが怒ってるぞ。おい、スパイマスター。俺選んだのになんでこんな思いしなきゃいけないんだ俺。いやこれね、スパイマスター悪くないですよ。俺多分まず3は確実、うん、4がこれかこれかなって感じ。あ、じゃあスパイマスター悪くないってこと。これ折笠さん、梅原詳しいんだ。折笠さんが悪いと思う。ゲームテストは俺は2、3回読み直してるかな。あ、なるほどね。あれそんな面白いんだ。あれ名作だよね。俺一回も見てないわ。あ、じゃあ見ようかな。いや、折笠さん、なんでだよ。思い出してよ。ちょっと待てよ。ああ、折笠さんしか誰もいない。俺らもう今、うん、40過ぎてからどんどん落ちる一方の記憶力に今なってるから。まあな、一回ぐらいしか見たことないの。一回しか見たことない。満喫で。面白かったら覚えてるけど、一回しか見たことない、満喫で。あ、そうか。じゃあ、うっすらか。うっすら。ギャンブルってやつだもん。ギャンブルの。なんだ、都市もで、いろんな都市、いろんな種類の、だからその、都市じゃねえくてなんちゃうんだろうな、星々がその、国っぽくなってて。こん中でないの、なんかちょっとそれっぽいのさ。でも、あの、梅原さんがそれ分かってるの、それはじかなかったね、それね。そうですね、有利だよな、こっち。うん、ああ、大丈夫、あの、1個は 100% これってのがあって、マジか、100%。でも、ラス1は候補は結構ある、実は。マジか、じゃあ、ワンちゃん4いけたってことかな。ワンちゃんいける。じゃあ、国も分からんでもないんだ。いや、国はない。なんでだよ。国は絶対ないから、俺が国はいない。黒か赤あるなと思ってて、赤だったから、やっぱ何やってんだ、オリカさん。じゃあ、アルタのせいじゃないんだ、オリカさんのせいなんだ。あなたしかいないんだ、国はひどいです。国はひどいんだ。国民のミスです。国はひどいです。その前にさ、4って書いてあるのに、え、3だと思ったってずっと言ってたもんね。あれやばいっすね。マジでビビったわ。確認もできてなかった。何を見てんだよ。ゴンと急に元気になってんじゃねえか、お前。スリーナインだから3だと思ったでしょ。もうびっくりだろ。もうどこに落ちたやつがいたからさ、どこに落ちてるのかね、石ぶっこんだけでやろうと思って。なんで時間がね。あ、時間、あ、ちょ、石ちゃん困ってんの。石が。あれ笑顔。表情。ああ、なるほど、ね。表情だね。表情しかないよね。どこにある表情。表情は国の下、国の下。ああ、じゃあここだね。そうだね。じゃあ行こうか。うん、あと他何いいと思うんだよね。行くよ、行くよ、もう時間ない。いいです。OK、OK、OK です。はい、じゃあ。終わります、はい、これでもあれかもね、その国とかと絡めたかったのが使えなくなっちゃった可能性ありますよね、うん、まあね、あとは今連鎖組んでる可能性ある今。あ、そうだね、確かに、うん、連鎖組んでる。対戦、まあ、ギャンブル、チャンバラ、チャンバラのギャンブル対戦にするか。対戦、ギャンブル対戦って感じじゃないけどな。対戦、まあ、イメージでは弱者となるとテニスも対戦になっちゃう。はい、あ、まあ競技だからね。テニスとチャンバラじゃない。テニスとチャンバラだと、ギャンブルは違うか、うんうん、この中だとテニスとチャンバラが ね一番戦うって感じだもんね。確かに。そう、チャンバラは俺、あの、なんだ、銀河鉄道39に回ったような気がするんだよ。いや、もうお前一切信じらんないよ。仲良くやって。チャリティーです。はい、じゃあチャンバラ行きますよ、じゃあもうこれ。行きましょう。はい。OK。あ、いいね、いいね。じゃあテニスも行きますか。いいんじゃないですか、対戦だし。いいよね。行きましょう、行きましょう、行きます。はい、おい、おい、あれね、やばい。ちょっとさ、折笠さん、すみません、さっきちょっと俺、悪口言っちゃったけど、はい、うん、いや、銀河、4だからさ、4だからね、ちょっと思い出してよ、ちょっと折笠さん。頼れるの折笠さんしかいないですよ、もう。ちょっとやっぱあったんじゃねえかなって、ちょっと思うんだよな。本当？光線銃ね。光線銃。あ、なんかちょっと、ね、思い出した折笠さん。いや、もうなんだ。記憶が出てきた。あの、画角はある、画角はあるんだけど。画角がある。これが何なのかも分かんない。オッケー、じゃあ行ってみる、光線。なんかあの女の人打ってた気がする。許してくれ。見えたらが。白か。折笠さん。打ってた気がする、折笠さん。すごいね。すごい流れ。早いな。ちなみにごめん。確実に1点だと思ってたのに光線がありました、僕。あ、マジか。光線あったわ。やっぱり。うん。だからこれ、ごめん。俺3点取れてねえわ、これ。あれ、これ、じゃあ何、これ、もしかして罪がスパイマスターにこれ。これ折笠さん、まあ、ヒントが悪かったわ。そうだね、キングボンビーに捨てつけた可能性あるね。
ヨメちゃんの中で3は確実って言ったじゃん、うん、はいはい、確実の中に1個光線が入ってたの？入ってた。あ、これはちょっと織川さんちょっとほっとしたね。キングボンビー。だって光線銃あるからね、絶対作中に。ある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 んだ。戦士の銃とかはあれ光線銃だから。転校生。転校生。期末とか生徒会、小中学校。小中学校はすごい転校しやすいよね。いじめプレッシャー。いじめプレッシャー。いじめプレッシャー。それったら弱者もあるじゃねえかよ。弱者もある。ひどいなって言いながら、梅さんも押してんじゃなって。どんな印象だよ。え？部外者違う。待って、これ結構あるぞ、転校生。これどれだ？でも多分、生徒会と小中学校じゃ。でもそれだったらさ、いや生徒会で行きます、ね、あでも入っちゃうのか、学校、あの学校いいのか、えでも学校2だったら大丈夫だから、2だったらいいのか。俺思うんだけど、生徒会、うん、小中学校とは入ると思うじゃん。で、はい、生徒会は多分転校生で入らなかったね、うん、違うこと考えるじゃん、小中学校。えでもさ、でもさ、俺部外者ガチであるんじゃない？だってさ、うん、あるよね。転校生にする必要ないよね。そう、学校を連想させるだけだったら小中学校とか生徒会でいいから。そうそう、転校生あるんじゃない？まあ、でも確かにね。多分石井は部外者って言われたんだけど、部外者、ね、うん、部外者めちゃめちゃあると思うな。まあまあまあ、なんか他にないよね。取れないもん、ね、まあ、開けて。いや、あるよ。他にないことはないよ。小中学校も生徒会も。転校生なんて期末で来ないもんね。普通、起所っていうか、初めで来るよね。起所？起所？起所っていうのは分かんないけど。起所って言わないと思うけど。起所？そこは流せ、梅原、分かるだろ。いやいや、どうぞ。小中学校いや、だから石がそうやって言われた、あの昔があるんだよ。そうだ、今から仲間になる人なんだから。でも逆に言うと思うけど、これ全部期末も生徒会もつなげれる薬にやらんかったってことは、多分期末と生徒会違うんだろうね、うん、黒かなんかだと。そうですね、そうですね。まあ黒ではないんじゃない？でも。あ、なかった、違うか。液体。これは塩酸。塩酸。え？シャンプー。あ、本当。まあこの2つだろうね。これさ、また銀河鉄道案件になってるよ。もうちゃっちゃとありますよ。ちゃっちゃけ、ちゃっちゃあったような気がするものを言ってるから。まだ言ってる、まだ言ってる。うん、でシャンプーとのシャンプーしますか。そのうち黒引いてくれそうだな、これ。でこれ銀河鉄道案件始めました。でも織笠さんしかいないっすよ、マジで。黒ひげ危機一発みたいな。もう一回ちょっと織笠さん目つぶって、ちょっと思い出して。織笠さん目つぶって、ちょっと落ち着いて。ちょっと思い出して。ちょ、思い出して、一回見た、その、いいだから俺、墓地と、うん、墓地と、で、うん、ギャンブルも、ギャンブルもあった。なんならギャンブルもあった。あ、ほんと。ギャンブル。だから、ギリ、墓地とギャンブルだったら墓地の方が強いですけど。なるほどね、オッケーオッケー。墓地あげましょう。よし、墓地行こう、墓地行こう。いや、なんか墓地に通った気がする。おいやー、やばい、2だぞ、やばい、やばい。いやー、そう、墓地はね、そうなんですよ。多分銀河鉄道なんですよね、墓地は。そうなんです、あっす。4つ選ぶとしたその4つだったもん。コンセント、墓地と汽車と土星。そうなんだ。気持ちが回復する。じゃあ、やばいじゃん。これ、やばいね。まあでも、2ターンかけるつもりでいいと思うけどな。いや、でもあっち2だからね。フィニッシャー行っちゃいますかね。しかもあっちだって一応さ、銀河鉄道 4って言ってるじゃん。そのうち3空いたわけじゃん、うん、まあだけど、まだ黒引いてくれそうなオーラまでありますけどね、あの生き方だと。ああ、だ手羽先翼、ああ翼っぽいな。手羽先と手羽先が手さばきかすら、ごめん、なんでもない。なんでもない。謝ってください。謝ってください。なんでもないでしょ。なんでもないでしょ。なんでもないって言ったでしょ。塩か、まあ塩は。塩は食い物であるもんな。塩かタレだよね。でも大阪は手羽先じゃないから、名古屋だから。うん、そうだね。手羽先は大阪じゃないから。塩つばさでいいんじゃないかなと思うけどね。って気がするけどね。翼はまあほぼ間違いない。まあでもそれでいいんじゃない？さすがに見放題を食べ放題にさ、放題でやらないよね、手羽先。遠いよね。陰を踏むみたいな話。
違うよね。そうだね。ちょっとね、多分ね。いいんじゃなかったと思うけど。いいんじゃない、ボンちゃん、いいんが気になるからね。手羽先言われるんじゃないかとビクビクしてるんですか。でもさ、手羽先って、あれなの、その食べ放題っていうイメージあるの？俺食ったことなくて、あんまりちゃんと。まあ、放題はないんだけど、一応ね、ないと思う。あ、食い物つながりで放題で。そう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 。あ、結構悩んでたから、初旬。だから結構大変なのかなと思って。あ、はい、じゃあ、翼と塩でいいんじゃないですか。まあ、翼、翼行きましょうか。あ、行きましょう、行きましょう。はい、はい、さ。塩いいと思うな。行きますよ、行きますよ。うん、いいと思います。はいはい。オッケー、じゃあ終わりっすね、終わりっすね。これで、これでも自信ありそうだったな、ここで2出してきたってことは。そうだね。多分向こう、多分リーサルないってことでしょ、これ。そうだね。うん。いい勝負、いい勝負、いい勝負、かなりいい勝負。いけそうだけどな、これ。もう、逆に、あと、もう大丈夫。あと、オリカさんがラス1当てたらやばいね。ラス1は、ラス1なんかあんの？これ、さっき言ったギャンブルですよ、それ。ああ、ギャンブル。ああ、もうそれ食わったら最高だな。当たりつけとくかで、うっすらね。ギャンブルが、え、ギャンブルやってたんですか？誰かが。やってたと言えなくもないです。絶対失敗。危ないな。不安だな。旅行だった。大阪。大阪。大阪リュック。お、すごい。じゃない？終わり？あとない？でも銀河鉄道ですよ。銀河鉄道の。銀河鉄道引いてない。ちなみに、ちなみに大阪のやつは大阪に行くの旅行じゃないですよ。リュックサック。なんしょ、旅行の旅行っていうですね。あの銀河鉄道のあの男なんて名前でしたっけ？鉄郎か、じゃあ関係ない。あと、メーテルです。あと鉄郎、メーテル、鉄郎。だからもうこれでいいと思いますよ。でもリュックサックなんか背負ってたような気もするもん、鉄郎。あ、確かに。いや、確かに。なんか背負ってた。そうなんだ。そうなんだ。もうこじつけじゃん。でも新しい情報すげえ出てくるからね。言われてみれば。じゃあ大阪行ってみましょう。大阪行きましょう。わあ、確かに。これ、すごいな。大阪から行くんだ。攻めてるからだろ。攻めてるからだろ。これ、手順おかしい。折笠さんに言われて、なんか。言われてみれば、なんか、茶色い。よし、ギラさん。ナイス。ギャンブル。はい。あ、ギャンブル危ねえ、ギャンブル、ギャンブル。危ねえ。マジで危ねえ。ギャンブルやってましたとか言って。ギャンブル食おうか。危なかった。危な。いやでも。あ、スリーナインってギャンブル出てるな、そういえばパチンコが出てるな。パチンコもスロットも出てるから、俺結構いち早くギャンブルの方ばっか行っちゃう。サンちゃんいたら確かにギャンブル行ったら。これは飽きませんよとか言ってニヤニヤして。待ってたら黒だったっていう。銀河鉄道はリュックで良かったですかじゃん。リュックで良かったです。リュックと墓地。リュック墓地、汽車土星？一応汽車土星、光線はまあ白だから、あの行ってもまあしょうがないと思ってチャンバラリュックだったんだよね。チャンバラなんだ。ただ、あの、スリーナインが広すぎて、まあ墓地もあるんだ。で、あのギャンブルもワンチャン鉄道やってたぞと思って、超やばい。やってましたんだ。余裕、めちゃくちゃ有名でした。だからね、スリーナインの、持つ意味がすげえ強いよね。弱者も連想しちゃうし。そう、俺もね、弱者も連想しちゃう。上位互換も連想しちゃうの、機械の体っていう。そうそうそう。広くて、うん。いっぱいあるんだね。知らなかったことが逆に良かったもんね、俺と。で、石井ちゃんが無言なんですけど、なんか、まあ、あれ？私がやりました。はい。いや別にあの、笑顔一とかな。もう一回あればまあ必ず勝てたんで、別に問題はないです。これしょうがないです。先行と高校の問題なんで。何だったのこれ、こっち高校だぜ、こっち高校だぜ。これ、なんて言うつもりだったのスタイル、カジア。カジアとスタイルですか。まあ、なんかでもいいから、剣術の流派ですね。薩摩次元流でもいいですし、天然理心流でもいいですし。ああ、なるほど。ああ、そうか、スタイル。なるほど。エミ流ね。ああ、確かに。なるほど。とりあえず修行僧とかなんない大丈夫私がやりました。まあでもその一旦来てないんでね。そうですね。アリカさんうまかったな。うまかった。アリさんうまかったし、オリカさんがかなりね、よかったね。これですよ。だって、大阪から開けるのはすごいなと思ったな。旅行かな。旅行のイメージ、やっぱ大阪。大阪ですよ。
そうか。じゃあ、手順はリュックだよね、絶対。そう、リュックからだろうと思ってリュックからでしょ、確実な方がいいじゃん。いや、やっぱりそら、ほら、黒人さんとかのメアさんとかも、そのお金すごい持ってらっしゃる方は、ね、ちょっといいですか、ちょっといいですか、あの、なんで墓地開いたんですか。いや、わかんないっすよ。39は、でも墓地はあるよ、イメージ。あるんだ。なんか、そうしてるもんね。あの、うん、国と国でなんかいろいろやってるから、うん、そのイメージは俺もあった。墓地の星みたいなのあったっけ、俺全然覚えてねえわ。あんじゃない、なんか折笠さん。もちろんイメージはあるよ、イメージは。だ本当にいろんな星行っていろんな、だからそうシーンがあるから。基本なんか、うん、そう。エスパーだろ。まあ、そのエスパーに国って国取ってますからね。おじっくり聞いていいですか、すいません。俺も一回ちょっと行きます、ね。はいはいはい。いや、でもこれかなり2戦ともちょっと好勝負ですね、かなり、ね。いや、難しかったな。いや、いい勝負だ。部外者取ってくれて本当に嬉しかったです、それ。部外者。確かに。たまったなと。だ生徒会で期末に行かないってことだもんね。だからうまかったなと思った。これは次は俺と海原かな。ええ、もうずっとトラボに引っ張られてて、もう無理だな。トラボのことしか頭になかった。あいつ、そうなんだ。あいつ意外とね、頭残るんだよね、あいつ。引っかかるんだよ、あいつ、なぜか。あんな何もねえのに、あいつ。最初の、あれだったんですか、表情は何かとつなげようと思ってて。いや、結構苦しくて。うんうんうん、あの他に2つとか3つ考えてたんだけど、表情だけでどうしても分かんなくて。いや、確かにむずいね、これね。あ、もうね、いや。よくやったよ、これ。翼しようもうまいわ、実際。手羽先は。なんか確かにね。チキン3ってしたかったんだけど、チキン 3? 翼しようスタイルでチキン3にしたかったんだけど、チキン、ああ、そういうことね。ギャンブル、ワンチャンギャンブル行くなと思ってやめたんですよね。うん、あ、そうだね。チキンでね。ああ、なるほど。ヒヨルって意味でね。うまいな。ちなみに、あれだからね、向こうに塩があって、俺、塩酸あったからね。確かに、むずいよね。どうすんだよ、これ。確かに、確かに。まあ、確かに、できました。結構きつかった。だからうまいこと液体でね。うまやったね。うまかった。うん、液体、この2つしかないもんね。うまい、ね。確かにないもんね。いや、これ、好勝負でしたよ。いや、いい勝負だった。もうこっから、まあ、こっからじゃないか。次も大丈夫か。もう最後はね、皆さん、お待ちかねの。そうですね。最年少に優しくしてくださいよ。1対6でやるっていうゲームです。1対6対1対6って。チーム。協力しないとちょっときつい。これは前座ですから、最後勝った方が勝ちですから。そうそうそう。まあまあまあ、ここはね。1点1点1点1万点ですからね。そうですね。こんなはね。ケイスケさんと梅ちゃんか。そうだね。でもちょっとね、ちょっと、うん。初めてじゃない？スパイマスターで戦うの。いや、あったよ、前に。あった？多分。うん。ありました？ケイスケさんと梅ちゃん。へー。いやちょっとね、心正直なの。投げんのむずいな、結構。ボンちゃんね、あれだよ。あのね、折笠さん今日調子いいわ。ああ、確かにあるかもしんない。ちょっと心正直た方がいいと思う、これ。危ないね、これ。不運でしたね。頑張ろう。ってなんだよ。実力って言えよ。確かに、ボンちゃんは大貫さんに3連敗食らってるからな。え、ちょ、え、コンタさん、それだけは。あ、そうそう。いや、ほんと、その後、エイペックスだったら、マジ雰囲気悪かったから。やっぱね、一回体力ゼロまで削られるとね、なかなか回復しないんですよね。一回睡眠を挟まないと、そうだね、人間の体ってね、やっぱり回復できなくて。すごかった。プロゲーマー、ボンちゃんをして切り替えられねえかよ。あれはちょっとね、空切り替えるわとか言って、何回も口で言ったんだけど、言ってんだけどね、全然切り替えられなくて。この後見たら、切り替えるには酒飲むしかねえって。本当に良かったな。本当に良かったわ。本当ちょっとしたことでもすげえ怒られたからさ。そんなに怒られたの？めちゃめちゃ切れてんじゃん。ストレスが溜まったんだな。そうそうそう。もうその日だってバジリスクだけも金庫だったから、ね。そうそうそう。バジリスクダメだったな。バジリスク趣味だったからな。あ、そう、趣味だったからな。バジリスク趣味どういう思考なんそれ。いや、ただ発想をね、こう、ヒントを出したっていうだけですから。はい、僕は感覚として。そうね。そこです。高橋バジリスクマサト。すごいよ。そうね、高橋バジリスクマサトってやった。やべえな。いや、楽しみだわ。
森川さんな。あれてか梅ちゃん今日さ結構トイレ行くね。あいつ。いや梅ちゃん今日ねちょっとあのおむつな日です。あ俺と一緒か。多分ね分かんないけど。胃腸風邪かなあいつ。俺最近食らったんですよ。そう風邪なの？結構きついよね胃腸風邪とかね。風邪じゃないんだけど体がてかお腹だけマジでもうシャーシャーです。終わってる。あなるほどね。映ったって合ってねえから映りようがねえ。てか胃腸風邪って映るのか？映らないよね多分ね。わかんない。胃腸風邪ってウイルス戻りました。あ、はい、あ、映るのかな。戻りました。あ、戻りました。ごめんなさい。ごめんなさい。はい。じゃあ俺行きますよ。はいよ。やろうか。ケイスケか。やるか。軽ひねでお願いします。軽ひね軽くね。わかりました。